久々の鼻を長くして待っておりました。首じゃなくてこんばんは。ということで久々のショールームです。3回目ぐらいしかやってないね。今月3回、今3回目だよね。よいしょ。ちょっと荷物がさ、まださ閉まってないんだよね休養日、いや休園日の13日以来か。確かにそれ以来だね。なんか終わった気がしませんあ、待って、え、これさ本物、本物、ちょっと待ってね。あ、やばい、え、これ本物、え、本物、本物だ多分これは本物だ春日さんがいらっしゃってるすごいこんばんは多分本物、あの脚本家の方です。舞台イリスノワールの脚本の方なんですけど12位にいますよ私のここにいるまあね、あのいろいろお話ししていこうかなと思うんですけど、舞台について DVD 予約しました。わー、ありがとうございます。そうなんです、 DVD ね、今受付中になってるので、ぜひぜひ、私も欲しいね。いやー、なんかあっという間だったなっていうのが私の印象というか、なんかなんだろう、終わった気がしないんですこのイリスノワールが。そう、デレイ配信来月ありますね。そう、来月あるんですよ皆さん、デレイ配信が。なんかね、本当ならさ、こう、あ、終わった、寂しいっていう感じがあると思うんだけど、なんか終わった気がしなくて私の中では。まあそれは多分ありがたいことに、次の仕事がもうマジあと4日後っていうっていうことだからだと思うんですよ。なんと、あの落語が24日にありまして、長野で、NBS ホールであるんですけど、今絶賛覚えてますぶっちゃけますけど今覚えてます。あの一人落語の方はなんとなく入ったんですよ。だけど二人落語の方が一文字も入ってなくて、あ、一文字は嘘最初の最初らへんの方は入ってるけど、あ、ファイトが来てる、ありがとうございます。もうね、今日ね、その落語の話をちょっと先にしちゃうんですけど、今日稽古だったんですよ本日稽古でをやったんですけど、あーっていうところが多くて、あー、いやーってなってる時にね、あの脚本の方が頭の文字とか言ってくれて、あーってなって2人してもうなんか爆笑しちゃってなんか面白くなっちゃって、それして爆笑しちゃったりして、そう、もうね、大変でしたよ本当にいやでも頑張るそうなのあのセリフ量の
舞台の後に落語って点点点。そうなんですよ。千秋楽の後もオフはなし。うん、昨日はもう丸一日オフで、もう昨日今日めちゃめちゃ寝ました。本当にいっぱい寝た。本当にいっぱい寝て、舞台が終わった後帰ってきてずっと寝てたし、昼寝もしたし、逆に寝すぎて夜寝れないんじゃないかって思ったんだけど、昨日3時ぐらいに寝て、で今日なんと、あ、でも稽古があったから9時半には起きて落語の練習して、で稽古して、で12時から4時まで寝てました今日4時間の昼寝しちゃった夜寝れるかなって思うけどさ、いやでも落語のやつをさ、明日も稽古だからやばいの、本当にやんなきゃ。明日は2人落語の稽古あるから明日までに覚えないといけない、イエーイっていうのが本音なんですけど、まあじゃあちょっと早速行きますか、舞台のお話。ファンクラブのねブログには書いたんですよ。なのでそちらの方を読んでいただいた方が詳しい内容とか分かると思うんですけど、ぜひファンクラブのブログの方を読んでいただきたいなとは思いますが、なんだろう、そのブログとちょっと一緒になっちゃうこともあるんだけどね、この舞台の話をいただいたときに、マネージャーさんから、あんた主演だよって言われたの。さらっと。え?ってなるじゃん。え?ってなって、私は泣きながら、無理ですって言ったの。私にはできませんって。私にはできません。本当に無理ですって言ったの。嬉しかったよ。そりゃ嬉しかったし、主演っていうことは本当ありがたいじゃないですか。ありがたいし嬉しいし、でもそのなんだろう、アイドル48グループを卒業してこの役者という道にこう踏み入れたばっか、経験もあまりないしね、普通ならおかしいじゃんおかしいっていうかさ、できないって思うのよ。ありがたいよ、ありがたいけど私には無理ですって言ったんだけど、でもすごいいいチャンスだし、自分の経験にもなるし、最終的にはやりますって言ってこのお話を受けたんですけど、なんだろうなんだろうな、私が一番でも怖かったのは最初の本読みの時の段階だったんですよ。皆さん初めましてしてからさ、誰々です、何々役の誰々です、よろしくお願いしますって言ってさ、でこう本読みした時にさ、もうえげつない量なのよ、すごいの、コクナミサみたいなあってセリフが、でもうやばいから私自分でもうその前から少しその台本いただいてたんで本読んで、で振り仮名振ってみたいな、そうやって練習はしてたんですけど、私はなんせもう噛む女なんですよ。多分舞台見てくださった方はわかると思うんですけど、でも私は逆に文字をこう追って読むのが苦手なんですね。そう覚えちゃえばそんなに、まあ
あれはまあ噛んでたけど、なんだろう、覚えて読んだ方があまり噛まないの。でも文章を追って読む方がすごい緊張して、自分でも分かるの、心臓がめちゃめちゃ速くなるの、どん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 みたいな感じで。で、あ、落ち着けって思いながら読んだりしてて、本読みの段階で。で、どんな、そのミサってどんな子なんだろうなって思った時に、まあなんか優等生、クールで優等生っていうのが最初漠然にあってさ、だからこんな感じなのかなって思って本読みの段階で読んでて、でも本当に難しくて、コクナミサっていうのが、コクナミサが本当に難しくて、そのウェンズデイっていうのを見たんですよ、私。ウェンズデイっぽい感じなんじゃないかみたいな感じで、演出家の方とこうお話しして、そのウェンズデイを見たんですけど、まあなんせウェンズデイはさ、ニコリともしないの、ニコリともしないし、顔色も変えないし、一回それを稽古中にやったことがあって、ウェンズデイっぽくやってみようって思ってやったんだけど、なんかどうしても自分の中でのっぴりしてるような気がしちゃって、言ってんの、セリフを言ってるんだけどのっぴりしてるし、なんかこれで合ってんのかなって思ってたりしてたんですよ。アダムスファミリーのウェンズデイ、あのあれです、ネットフリにあるウェンズデイです。そう、本当に難しくて、まあ私の性格がさ、なんか当たって砕けろとかさ、思ったらすぐ行動みたいな感じなんですけど、真逆なんですよ、ミサは。なんか頭の中でいっぱい考えて、あ、これだって思ったらもう行動を取るタイプなんだけど、私はそういうタイプじゃないから、体はどうしても動いちゃうの。体が出ちゃうし、こう動いちゃうし、なんかきついセリフとかも感情がすごいいっぱい乗っちゃうんだけど、でも乗らないようにってめっちゃ思ってやった。ただ乗るところは乗るんだけど、いつも同じトーンっていうか、なんて言ったらいいんだろうね、難しいんだけど、なんかこういう感じな、心拍数みたいな感じのイメージしてやったんだけど、いやでもほんとそれがね、難しくて、そう、それでさ、黒魔術っていう世界で、もう私の言うセリフがさ、とんでもないのよ。黒魔術師としてとか、死者蘇生、友人を蘇生させるためにとか、アルラウネ、あ、私あのあれが苦手なんだよね。黒魔術は厳密なる手続きを必要とするはず。その手続きに不備があるなら巻き戻しが可能。ここのシーンとか、もうとにかく言いづらい言葉がすごい多かったの。初めてだし、自分の口からさ、黒魔術なんてさ言わないじゃん、なかなか。し、もうなんかすごい難しい用語ばっかで、言いにくい用語ばっかで、だからこの舞台期間中一度も噛まなかったっていうのはなかった。だから正直そこが一番悔しい、完璧じゃなかった。なんか
私は完璧を見せたい人だと思ってるの。自分のなんだろう、この性格というか、もうそれが悔しくて、それは一番悔しかったかな。でも なんだろうな、転んだのもありました。よく覚えてるね。あのなんかね、本当最初の方ですよ、物語の最初の方で、一人でさ、魔法でさ、ファーファーってやってさ、やってるところがあって、あそこなんかあのもう足が限界を迎えてたんですよ。踏ん張れなくて、しゃがんだ時に踏ん張れなくて転んじゃってってのもあって、もうなんかそういうの含めたらさ、完璧というか、舞台で本来ならさ、舞台見に来てくださってるんだから、こうお金をいただいてるわけじゃないですか。だからこそ失敗はしちゃいけないじゃん。だからこそ悔しいって思う。そう、かな。でもね、もうね、一番どこがきつかったかっていうと、ニト寮長にこう胸ぐらつかまれてさ、頑張れよって言われてるシーンから、クワチルにもう私に関わらないでっていうシーンまで水が飲めないんですよ。私水が飲めなくて、もうなんて言ったらいいんだろうね、この舌ベロの水分が持ってかれ、上のさ、上顎っていうの、そう、上顎にこううまくこうくっつかなかったりすんの。ラリルレロとかってさ、こうくっつけなきゃいけないんだけど、サシスセソとかも、ね、言いにくくって、もうなんかそれで、はぁ、って、そうなっちゃうんだよね。そうだからセリフを言う前によく唇を舐めてたと思うんですけど、口が乾くのよ、めちゃめちゃパッサパッサ。本当にここのさ、水分までなくなっちゃうから、よく舐めて、そうやってましたね。飲む時間がなかったっていうのと、吐けられなかったっていう感じかな。一回吐けてるんですけど、その本を取ってすぐ出なくちゃいけなくて、飲む時間がないんですよ。飲めなくて、本を持ってすぐ出るみたいな感じだから、だからニト寮長に胸ぐらつかまれるシーンから、クワチルに関わらないでっていうシーンまでは水を一滴飲むことができなくて、で本当はその関わらないでって言ったシーンもすぐ出なくちゃいけないから、飲めなかったの本来なら。でもあのメイクさんが待っててくれて、水を持って吐けてで飲んでから、なんかすぐペッ出て、あーもう焚き火じゃうまく火加減調節できないからめんどくさいって言ってんだけど。そうだから、まああそこが本当命の水でした。そうなんですよ、ほとんどのシーン出てるから、出てないシーンはもうあの二頭領長があの象位に捕まってしまうところぐらいし
本当そこのシーンしか出てないんですよ。その時にもうこれでもかっていうぐらい水飲んで、でもう終盤すごいセリフの量だからもうブツ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 言って、ブツブツブツ、もうとにかくもう言って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 みたいな感じで練習してみたいな感じでしたね。そう、でも本当にいい経験になったんですよ。自分が何が足りないとか分かったし、あ、こんな演技の仕方があるんだって。やっぱさ、ダブルキャストだとさ違ったりするじゃん。それがすごいなって思うし、もうね、ジェマ先生とさケプラ先生ってさ2人とも違うじゃん、リュンヌとエトワールでね。それがさやっぱすごいなって思うんだよね。私の推し先生はやっぱケプラ先生なんですけど、いやあれは面白いよね。いっつも楽しみだもん。いっつも楽しみ、本当に。そう、教師とは教えるものであって成長させるものではないだっけ、ないのだと、のだと精進することですね。うん、よ、好き。ほんとなんかね、なんかほんといい勉強になったなって思ってる。かなぁ。あー、こんな表現の仕方があるんだって、文章一つでこんなに違うんだって思うしね。で、なんだろう、何を話そうかな。ちゃんと座長できましたか？それはちょっとブログにも書いたんですけど、多分私ね、座長っていう座長してない。本当に座長っていう座長してないです。なんか本来ならさ、もっと前に出てさ、なんかこうしようしようみたいな感じで言った方がいいんだろうけど、まあ、自分がさ右も左もまだ分かんない状態だからこそそれができなくて、そう。そうなんですよ。だしさ、もうね、役者という道でさいっぱい仕事してる方たちを前にさ、こんなさ、ペーペーがさね、ひよっこがだよ、言えないって思って。だから私にできることは本当に一生懸命やること、頑張ることだったんですよ、私の役目は。そう、だから本当は私は何もしてないし、周りのみんなに引っ張ってってもらった感じです。だから本当キャストの皆さんだったりとか演出家の方とか、ね、スタッフさんとか、もう本当そのみんな、もちろんマネージャーさんとかもそうですよ、その方々含めてみんながいなかったら私は本当にステージには立てなかった、そう言わざるを得ない舞台です、私にとっては。
そう。そんな感じ。ね、やっぱ私終盤の方が苦手でさ、ニトを助けるための裁判のところがすごく苦手で、でそこを演出の吉田さんとかに言って、そこを重点的に稽古してもらったりとか、本来ならさね、なんかそうじゃないと思うの。もっと気になった場所とかをやるはずなんだけど、私が苦手なところをわざわざみんなに付き合ってもらって稽古してもらってっていうことがあってさ、すごいなんか申し訳なくなっちゃってっていうのもあったし、本当はもっとあの裁判長ゼリフだったんですよ。もうほとんど私が喋ってると思うんですけど、もっとほとんど喋る予定だったの。先生たちがこうカバー入れたりとかするシーンがなくて、山先生とかさ、寮長たちがこう言ってるシーンがあったと思うんだけど、なんだっけ、トレミーとかが間に挟んでくれたりとか、アタナシアとかが言ってたりとかもあったんだけど、そこが本来私のセリフだったんですよ。もうほとんどずっとミサが全部言ってたの。だけど私が稽古の時にもう手がしびれちゃって息が吸えなくなっちゃって、でそれが決まったのが本当に稽古を終わる数日前ぐらいだったので、こうなんかゆいさんが先生たちがいるのに先生たちが一言も喋らないのは逆におかしいから、ミサのセリフ言えるんじゃないですかって言ってくださって、じゃあここのミサのセリフを先生たちが言ってもらうことにしようみたいな感じでなったんですね。もうそれがなんか本当に申し訳なくて、だって稽古残り数日でそんなことがあって、私ができてたらそんななんかみんなにその残り稽古数日で負担をかけることはなかったじゃん、私ができてたらって思っちゃって、すごいそこが申し訳なかったの。でもそのセリフをそこでね、いろいろ先生たちとかトレミとかその寮長たちが言ってくれたおかげで心を落ち着かせて空気をしっかり吸って言えるようになって、それがなんだろう、だから私は本当に座長として何もしてない人です。本当にみんなに助けられた、助けられました本当に、っていう裏話があったんですよ。うん、そうなの。そうなんですよね、っていうことがあって、でもなんか座組の雰囲気もいいし、もう私なんてさ、もうさ、もうね、隅にいた人なんですけどね、なんかいろいろ話しかけてくださったりとかさ、仲良くしてもらってさ、すごい座組楽しかったし、そう、それになんかこの舞台をね、やっていくうちにどんどんそのミサの感情っていうか、ミサの感情かわかんないけど、感情がこう乗るようになってきて、そう、
いっぱいおさわりもしたし、そういっぱいおさわりもした。千秋楽の前なんてもうほぼ全員触ったんじゃないかっていうぐらい触った。いやそれはね、じゃあ別に置いといて。いやでもなんか本当にやってくうちに、なんかなんだろう、でも本当ね、残り2日ぐらいの時からなんかボロボロ泣けるようになっちゃって、私そうそう、なんかね、なんかハーミア、私たち友達だと思ってたっていう風に言うセリフがあるんだけど、そこでもなんか涙が出たんですよね。なんかハーミアが起き上がった時に、あ、私は友達いなかったんだって思うようになっちゃって、そう、夢ちゃん、私その時のミサがさ、夢ちゃんを自分が呪い殺しちゃったし、そのなんだろう、でやっとこう話が合うっていうか、助けてもらって一緒にいたハーミアが裏切り者ってなった時に、それをこうなんかスッて入ってきて、すごい悲しくなっちゃったの。あ、私には本当に友達がいなかったんだ、ずっとこうやって支えてくれたし信じてたのに、私はずっと孤独だったんだって思ったら、もうなんか涙が出てきちゃって、でハーミア、私たち友達だと思ってたっていうセリフがさって出てきた。そう、そこまでちゃんと涙が出るようになったのはすごい自分的には嬉しかったですね。なんか自分が邪神だって分かった時、最初はなんかここは悲しいシーンだから泣かなきゃって思って涙が出る時も出ない時もあったんだけど、ケプラ先生が、ここのミサは古きもの、邪神なんちゃらかんちゃらって言ってる時に、そのなんか異形の末裔であるって言われた時に、私人間じゃなかったのってなんか思っちゃって、私人間じゃなかったの、今までずっと普通の人間だと思って生きてきたのに、私は化け物だったの、だから友達も今までいなかったし、できなかったし、ずっと一人だったんだ、そしてなんでクワチルはそれを教えてくれなかったんだろう、それがすごく悲しくて涙が出るようになりましたね、後半戦は。ちゃんと毎回涙出てた気がする。それがなんかちょっと自分の中では嬉しかった。感情が入れたんだなって思って、そう。で、なんかこう、何かきっかけっていうよりかは自然かな、なんかちゃんとその言葉を聞いて受け入れようと思ったの。
で一番なんかボロ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 泣けたのが、黒魔術師として私という存在を唯一表現できる場所だからって、 あそこのシーンとかあるじゃないですか。あそこかな、やっぱなんか何だろう、クワチルが助けに来てくれて、同じ邪神同士で、ねえゆめちゃんごめんね、なんかそこの言ってるシーンがなんか涙溢れてきて、そうなんか私がもっとうまく、私がもっとしっかりしていたらまた会えたのに、もう会えない人じゃんゆめちゃんって、それを思って言ってたら夢が見えるわけじゃん。もうなんかすごい泣きそうになっちゃって、あ、ゆめちゃんと今会話してる、私の友達と会話してる、もう死んで話せないと思ってたのに会話ができて、で夢も謝ってさ、なんかゆめちゃん、あ、みさちゃんを騙してごめんねって言ってたけど、だけど友達だったよねって言って問いかけるわけじゃん、はてなで。で夢もうん、だから終わらせてって言ってくれて、もう逃げるのはやめようってなるわけじゃん。でそれを夢の最後の願いを叶えたらもう会えないわけじゃんきっと。だから最後の願いって言ってるし、それをなんか思ったらもうなんかすっげえ涙出てきちゃってボロ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 出てきちゃって、でまあ大技を放つわけじゃないですか、バーンっつって放ね、バーンってやった時にさ、で夢が抱きしめてくれてさ、こうなんだろう、私は逃げないよ、だってゆめちゃんがすごいって言ってくれた黒魔術師だからって言って離れるわけじゃん。いやもう会えないんだ、もう会うことも話すこともできないんだって思ったら、もうなんか涙止まんなくなっちゃって、でそこで切り替えてクワチルって言わなきゃいけないのに、なんか私涙止まんなくてクワチルってなんか涙流しながら笑顔で言ってさ、本当ならさなんかねね、本当ならいつまでもそこにいてさ浸ってたいわけじゃん、余韻に。でも私にはやるべきことがあるから行かなくちゃいけなくて、それがなんか悲しくてっていう感じでした爆熱をゴッドフィンガー最高でしたこれのことですか、ナジェリーのやつですかなんか我偉大なるクトゥグアに呼びかけるものなりのさ、手のこうやってやってるシーンとか一緒に吉田さんと考えてなんかあ、なんか邪神呼んでる感じするみたいな、邪神っていうかなんていうの呼んでる感じがするみたいな、こうやってさ二人で一生懸命考えてたんですよね、あそこの動きを。そうそう、なその話聞いてたら降りる駅間違えて知らないし戻ってそう、そんな感じでしたね。でさもうさ吐けてさ、とりあえず水じゃん、もう水って吸ってさ
とりあえず見せ見せ見せの。で吸ってさ、飲んでさ、でさ、杖入れてさ、ティッシュくださいってこんなの吹いてさ、ケンジ君こうですって行くわけさ。忙しい。なんかさ、自分でさ、なんかさ、出た時に笑っちゃいそうになっちゃったの。なんか私さ、忙しすぎないと思っていいことなんですよ。なんかふと安堵を力になるとなんか思い出くなっちゃって、なんでさっきまでさ、そこまでそこで泣いてた女がだよ、泣いてた女がさ、ハゲでさつってさ、杖刺してさ、ティッシュくださいって言ってさ、キャルシカムカですって言ってんだよ。もうなんかさ、自分の中でさ、すごい面白くなっちゃってさ、いやーほんとね、面白かったですよ、ほんとに。いや、それでさ、真剣なさ、真剣なシーンじゃん。もうさ、もうさ、噛まないようにドキドキしたよね。もうほんとにね、超ドキドキでしたよ。あそこのシーンが一番苦手。でも、言いやすいようにさ、なんかさ、いろいろここの部分はいいんじゃないかみたいな感じで西田さんとかも削ってくださったりしてて、そうなんです。いやね、すごいなんか。お忙しい。いやでも本当楽しかったですね。でも私みんなにね、少し褒めてもらいたいところがあって、あの山先生がさ、山先生が千秋楽にさ、千秋楽だからって気を抜くんじゃないよみたいな感じ言ってさね、でその後にさ、ハーミヤに向かってさ、お前もだーって言い出して、違うの、あれね、あれなんか事前にユウさんが来て、なんか私千秋楽だからなんか一言言うけど気にしないでねって、笑わないようにと思って言いに来たって言ったの。あ、わかりましたって思って、あ、なんだ、千秋楽だからって気を抜くなよって、そこの、そこだけかって思ったらさ、隣に来てさ、お前もだーって言うんですからさ、一言じゃないじゃんって思いながら、二言やんって思って。でも、そこ私ちゃんと笑わなかったからね。すごいでしょ？私さ、って思いながらさ、もう中の人はさ、もうびっくりよ。中の人はさ、みたいな感じで見たかったよ。と思って、ひと事じゃないって言いたかったけど、こらえたんだよ。偉いでしょ、すごいでしょ。そこは褒めて。え、でさ、終わった後さ、ハミヤ、その七瀬ちゃんとさ話してさ、二人してさ、みたいな感じでさ、なんてさ、めっちゃ面白かったんだよね。いやー本当にね、そうなんですよね。え、なんかすごい頑張ったがいっぱい来てる、ありがとうございます。ありがとうございます。あれだ、マイクさんと福野さん、ありがとうございます。いやね、なんかこういうこと聞きたいとかありますか？なんかあれば。私ほらなんか自由に話す人じゃん。
なんか話がさ、なんか二転三転する人だからさ。すごかったです、ありがとうございます。あー、かばちゃんもありがとう、頑張った、ありがとうね。魔法の呪文ってすぐ覚えられました？どこの魔法ですか？あれ、我偉大なるクトゥーアに呼びかけるものなりですか？あー、そこか。え、でも覚えられたんじゃない、割かしかな。二刀寮長との絡みについて、でもしばちゃん、しばちゃんとはね、楽屋じゃない、稽古場の席が後ろだったんですよ、私の後ろの席で。よく話したし、話してるし、なんか楽屋も、楽屋がね、なんか大きい楽屋とちっちゃい楽屋があって、ちっちゃい楽屋の方に私とゆいさんだったので、そこにそのまあ4人が来て、アタナシアとか二刀寮長とか、まあその辺がバーバーって来て、一緒にご飯食べたりとか、ハーミヤとかね来て一緒にご飯食べたりしてたので、結構仲がいいと私は思ってるけど、なんせ私陰キャなもんでなんか、心配なの、自分がさ仲いいと思っててもさ、相手がさそう思ってなかったらどうしようとか思ってんだけど、仲いい自分で今いい気がする、仲いいです、仲良くしてもらってますそう、推しは誰ですか？推し？キャラクターでですか？キャラクターでだったら、私やっぱケプラ先生かなやっぱケプラ先生なんすよね、好きですね。お騒ぎの件について聞きたい。まあグラビアやられてる方のは触りましたね。私やっぱももちゃんが好きももちゃん、私ずっとね、ももちゃんの太もも触りたかったんですよ。それもさ、念願かなって、はい二刀寮長とのシーンで照れなかった？なんかあそこは私がさ信用しますって言ったじゃん、でミサが言って、なんかお前可愛いとこあんなみたいな言って、でそこでミサが少しさ笑った方がいいなって思ったんですよ。信用しててさ可愛がられるわけじゃん。で隣にクワチルもいるから、二刀寮長の背中見て少し笑って、でクワチルも見て、あ、私は少しずつこう仲間というかできてるんだなって思って、ニコッて少しして言った感じかな。だから照れた、私が照れたわけではないです。部屋着から制服ってどうやって着替えたの？ね、上に羽織ってるだけなんですよ、あの黒いやつ。だからあれ着るのも手伝ってもらいました。最初ミサの格好でさ、制服のさ、でオープニングダンス終わって履けて、ゾーイにさ助けてもらって、着せてもらってみたいな感じでやってましたね。目力は役作りでしたか？役作りっていうか、なんだろう、それもなんかウェンズデーで見てさ、なんて言ったらいいんだろうね。ウェンズデーってさ、こうなんだろう、
表情無表情だけど、なんか目がすごい特徴的じゃん、あの子。なんかこうやって行ってみたりとかしてるわけじゃん。で、目が行ってから体が向くみたいな。それはメンズデイの真似を知ってました。真似っていうか、あのいいなって思ったんで取り入れて、だからあの何、あのなんだっけ、出てこない、あーハーミヤじゃなくってシターラ先生、シターラ先生がスーっていうことを打った時はもうこうやってみて、こうやって見てたし、大体はそういう風にしてましたね。でも目力すごい褒められました。で、なんかあのオープニングダンスはとにかく変にやってくださいって言われたので変にやりましたそう、そんな感じかな。ミサを演じてて、エトワールとリューヌで違った演じ方になったところはありますか？基本同じだったかなって思ってて、なんかエトワールとリューヌでシングルは多分あんまり変わってなくて、だからシングルまで変わっちゃうときっとしつこいのかなって思ってて、エトワールの色、リュンヌの色が出ればそこでこう引き立つんじゃないかなっては思ってました。クトゥグアとか普通に言えない、ね、我偉大なるクトゥグアに呼びかけるものなりだよ。私でも呼びかけるものなりが言いにくい深淵に差し太陽をまといナイアーラトデップを滅ぼす者願わくはその力を持って大魚の口を開き生ける炎をもたらして大敵を打ち滅ぼしたまえ。すげえ、こんな感じかな。イリスノア見てきました、すごくかっこよかったです、ありがとうございます。橋場さん綺麗でしたね。綺麗だよね。千秋楽のエトワールでこけた時超自然だった。マジ？なんかあれは本当にただただ足が限界きてて、太ももだね、前太ももがすごい限界きてて、しゃがんでこう杖 やんなきゃいけないのに踏ん張れなくて、しゃがんだ時にあダメだって思って転んじゃってえっってなりながらえいってやったもん気合あそこは気合です。はい、あ、ジュンハンさん頑張ってありがとうございます。陰キャなのに触りたがり、そうなんですよ。アタナシアさんに毎回違うところを触りされて大変じゃなかった？いや楽しかったですよ。私はやっぱさ、あそこはすごいアタナシアがさこう注目される場所じゃないですか。だからミサはもうどっちかっていうとお人形さんだった方が面白いじゃんと思って、少しに逃げるし逃げるけど捕まって自由になんか振り回されたりするじゃないですか。あそこはやっぱね楽しかったですね。リサさん、キキさんのを触ったのが、はいはいな、そうだよ、ゾーイさんに手伝ってもらってるんですけど、ですからね、あのセリフ量をよく覚えたね。ほんとそれすごいよね。マチェリンさんの、マチェリンさんのカテコのユズラルラウネは驚いた。なんかさ、あ、音響さんがいやーって言うのかなって思ったらさ、まさかの隣の人がいやーって言うんだけどさ、それでも面白かったですね、あれは。うん、
田中先生のシーンよく笑わないなって思いました。うん、なんだろうね、笑わなかったね楽しかったですけどね。頑張ったが来てる。みーさんありがとうございます。な感じかな。なんか他にあります？終演後のサイン会ありがとうございましたね。楽しかったですね、サイン会。なんかああいうのも初めてだったし、なんかあれなんだっけ、しかも応援ビジュアルもなんか届き始めてるみたいでね。なんかさ、応援ビジュアルがさ初めてだからさ、何を変えたらいいか分かんなくて、すごい無難なこと変えちゃったと思うんですけど、周りを見たらすごくて、はあ、応援ビジュアルってこういう風に変えるんだって思っちゃったんだよね。周りがすごくすぎた、デコレーションが。そこもちょっと勉強していけたらいいなと思ってます。はい、こちょこちょ大丈夫な人だっけ。いや、こちょこちょ苦手ですね。家にあるとでかいでかいよね。りょうちゃんのが先生より偉そうだったのは何か設定があったの？わかんない。先生ってあんまり出てこないよね。ね、あんまりっていうか、そんなんだろう、全体としてさ出てくるんじゃなくって、このシーンに出てくるっていう感じじゃない？だからその時には一番偉いと思うし、でも多分学校だからさ、生徒たちがさやっぱシーンが多いと思うんだよね。その中で寮長がやっぱこう偉かったりするんじゃないかな。サイン会の時、ちかなちゃんの歌が隣の列に集結してるのを見た時はどう思ったの？そっちかいって思いました。ホール入ってすぐの5つくらいがすごくてびっくりした。ねえ、すごいよね。他にやってみたい役、ケプラ先生かなケプラ先生やってみて。あとハーミヤかな。私ああいう役好きなんですよね。先生が学院長が誰だかわからないってどんな学校やねんって思った。ほら、黒魔術の世界ですから、やっぱり。でも今後どうなっていくんだろうって思いますよね。続編出てほしいなって思うし、やっぱりなんかね、どうなるんだろうって思う。私はアンドさんのハーミヤは最後怖そうね。幼少期のミサの声は子供の声を意識した？うん、意識した。やっぱ若いし可愛い声を出そうと思って頑張りました。新たな癖強先生が出てきたりするのかな。わかんない、どうなんだろうね。いやー、なんかこのシリーズ続いてほしいですねって思う。海外に行ってるミサの両親気になるね。だからさ、これはさ稽古場でさ、その演出家の方とかと話したんだけど、ミサ
が邪神ってことは、じゃあ親はどうなるんだろうねっていう話をしたりしてましたね。うん、親も邪神なのみたいな。展開がどうなるか読めないよね、確かにね。イリスノワールを感激して気になってきましたって、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。ああいうのは魂だけ宿るのでは。どうなんだろうね、なんかさ、なんだろう、そういう黒魔術の世界がさ初めてなもんでさ、なんかね、どうしてミサが邪神なんだろうって感じじゃない？設楽先生の積み立てニーサがじわじわ来ました積み立てニーサね、あそこね、私も楽しみだった、毎回何言うのかなってだからさ、大体さ、みんながさ笑ってるシーンの次、笑ってる次の時にさ、私のセリフが来るからさ、笑わないようにさ、めっちゃ気をつけてましたね。そうかなぁ。ね、ミサがどうやって邪神を受け継いだのか、とは思ってますね。魂が降臨してる感じかなと思いました。なのかね、どうなんだろうね。面白いよね。ケプラ先生が邪神の遺伝子をって言ってたから、親にも両親にも秘密がありそう。そうなんだよね。邪神の遺伝子を受け継ぐなんちゃらかんちゃらしてたからさ。ってことはっていう感じで思ってたから、両親あれなのかなって思ったけど、魂が宿るってなったら、それもそうなのかなとか思ったりしてさ。うん、邪神の遺伝子的なものはずっと受け継がれてたけど、覚醒できたのがたまたまミサだった感じを想像して。おー、なるほどね。ジマ先生が154歳だったらクワチルはいくつなんだろうねえ、確かにねねえ、でもさ、わかんないけど、例えばだよ、例えば、本当のミサの本当の両親がクワチルだったら面白いなとか思った、なんか勝手に面白いなって。で、なんか最終的にクワチルと戦うとかあったら面白いなとかそう、面白いよね、きっとね。まあどうなるか知らないですけど、わからないですけど。
ね。兄弟とかわかんないですけど、そんな感じです。ラスボスは気になるね。確かに。ゾーイが連行されるときクワチル様なぜですかって言ってたのは気になった。確かにね。あそこはでも台本にないんですよね、きっと。わかんない。クワチルが生き別れのお姉ちゃんとかだったら熱いな。ミサさんというかチカナさんの表情の演技も素敵すぎて心つかまれましたって。嬉しい、ありがとうございます、ね。本当だ、ないですね。そうなの、そうなんですよ。寮長紹介でトレミーがフォーマルハウトって言ってたことに気づきましたって。ねえ、トレミーもさ二人して違うからさ、それも面白いんですよね。なんかリエちゃんの方、なんかエトワールの方かのトレミーはなんかもうあれやん、ケプラ先生みたいな感じやん。第二のケプラ先生じゃないけどね。言いたいのわかる。おー、皆さんやったりしてるじゃん。ふんふんふんとかね。だけどね、あのリュンヌの方のさ、アイリちゃんのあのケプラ先生はさ、なんか可愛いじゃん。初舞台なんだって。アイリちゃんが初舞台だったんだってよ。でさ、しかもさ、千秋楽泣いてんの。なんか私が泣きそうになったんだよね、その時。なんかいいじゃん、なんかなんだっけ、サマーキャンプできなかったんだからさみたいなさ言ってた時泣いてんの。あートレミーって思いながら思ってた私。最初にさ、なんか、ああ、サマーキャンプ楽しみにし、サマーキャンプのサバと楽しみにしたのになーって言いに来るんですよ。その時にさ、泣いてんの、ええー、と思って。そう。かわいいと思って、お腹の人で出かけたよね、ニョキって。かわいいって。出かけたけど、いい、お前じゃねえって思ったから。押し込んでさ、ね。私もなんだっけ、なんちゃらかんちゃらみたいな言ってさ、だからランチ期騒ぎよりも本を読んでいたいたちなのでって言ってる時にさ、ね、いいじゃん、サマーキャンプできなかったんだからさ、いいとしてかわいいって思いながら、もう中の人がさ、かわいいって思ってたもん。アイリちゃんかわいいって。で泣いてんのこうやって。でいないがなんだからさ、うわいいねってかわいいねって言いたかった私は。でもさ、落ち着かせてさ、でもそういう晴れの場が一般大衆なりそんなことも理解できますって言ってさ。どうでしょう、学園長に聞いてみたわって言ってさ。ね、
可愛かったよ本当にマジで。愛理ちゃん。頑張ってよ中の人。うんって押し込めたから。うん。こんな感じでした。今回エレーブの皆さんも素敵でしたね。そうね、ほんとなんかエレーブの方々がいなかったらさ、できないシーン多すぎたしさね、ほんとありがたいですよ。うん、あのゴーレムが私は一番好きだけどね。でね、今日本当はね、今日本当は自分のご褒美にネギしに行こうと思ったの。だけどお昼寝しちゃったもんだからさ、もうなんかさ出る気なくしちゃって、根岸まで行くのにスーパー行って、カップスープがさ108円で安くてさ、大量にカップスープ買ってさ、それになんかお寿司買って食べました。カップスープは今食べてないんだけどね。あとスイカ食べた。ネギシでもね、家族が見に来てくれて、お父さんがよく覚えたね、あのセリフの量って言ってて、でもうちのお姉ちゃんがさずっと言ってんのがさ、どげんとせんといかんって言うのかと思ったみたいな、いつ言うかなって期待してたとか言い出してさ、何って思うじゃんみんな、どげんとせんといかんって。なんかさ何って思ったら、あのさアサルトリリーのさクレナのさ、あのルナティックトランサーのことなんだよね。うちの姉ちゃんルナティックトランサーをドゲントセントいかんって言ってるんだと思ってたんだって。どういうことってならない。一文字も合ってねえけど。ドゲントセントいかんって何。おもろくない、意味わからんよね。今回言うと黙って期待してたとか言い出して、言わねえわね、本当に。びっくりじゃない、クレナがさいきなりさドゲントセンターいかんとかさ言ってたらさ、意味わからんだろ普通に。姉ちゃん期待してたとか言い出してさ、言わねえわ。クレナでも言わねえわと思って、やばいな、おもろすぎない。うちの姉おもろすぎない。ドゲンとせんといかん。意味わからん。ということで、ちょっとクレナのお話になったのでちょっと告知させていただくんですけど、なんとリリコレに出演させていただくことになりました。最後クレナ役で出演させていただきます。日程が8月26、27だっけ。で、何ホール、三井ホールでしたっけ。ツイッター見るね。で、そう、クレナ、またクレナにお会いすることができて嬉しいです。どれだこれ、大手町三井ホールです。会場が大手町三井ホール。日程が8月26日、土曜日13時と19時、8月27日、日曜日12時と16時です。そう、なんと私服なんですよね。クレナっていうか、みんなリリーのね私服がこんな感じですね。すごいですよねクレナ。ねえ、リリコレ楽しみ。
みんな意外な服装ですごかったね。あのキーとかすごかったよね。うん、いやー、またねクレナをこう演じさせていただける機会があり、本当嬉しいなって思いつつ、今ね星木さん、その以前やられてたクレナの方なんですけど、星木さんが退院されて、少しずつこうね、なんだろう、お仕事の場に戻ってきているので、星木さんがこうまたクレナにね、こう なんだろうバトンタッチっていうか、できるように私は一生懸命頑張りたいなと思います。そんな感じそんな感じです。だから楽しみつつ、私の役目を一生懸命果たして、星木さんがしっかりね戻ってこれるように、私も一生懸命頑張らないとなって思ってます。そう、そんな感じ。どっちも好きです、ありがとう。そう、いやでも嬉しい、そんな感じよ。私の7月8月はだから比較的落ち着いてます。私のあの謎活はきっと、ね、フィリコレが何をやるイベントなのかよく分かってない。まあ簡単に言うと歌って踊るんだよね。そうそう、オープニングとかさ、エンディングとかさ、あったじゃん、お台場の時に。そうそう、その時にさ、踊ってたと思うんだけど、それをやるって感じかな、簡単に言うと。多分そのリリーたち踊ってたじゃん、だからリリーたちが踊るリリーコレクション簡単に言うとかな。そうそう、そうなの、そうそうそう、ライブパートをやる、そうそうそう、そんな感じ、それが言いたかった。そうそう、君ラブ また見たいね。見たい、私もリリーたちのコンサート的な、そう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 、花道はありますか？わかりませんわかりません。Give me love。 君ラブ好きやなぁ。いやー、チケット抽選だけど当てたいね、当たるように、みんながね当たるように祈ってるね。そんな感じです。だから今のところ7月8月の予定が令和落語ですね。あ、まず最初にワロップがあります。7月8日にワロップがありますね。7月の13、16、17が、令和落語です。もうほんとそれぐらい、7月で、8月が今のところリリコレかな、26、27のリリコレかな、多分。それぐらいだっけ、出てる情報って。まあそれぐらいだと思います、出てる情報が。なのでそうね、謎法があると思う、8月も。だから7月8月はトークポートできたらいいなって思ってます。5月6月ができなかったので、
いっぱいその舞台の感想も直接聞きたいし、いっぱいできたらいいなって思ってるかな。だからトークポートやった時はみんな遊びに来てください。これで落ち着いているってなかなか順調順調ですかね。でも本当なんかね、事務所もそうですけど、マネージャーさんのおかげですね。こんなになんか卒業後もさ、お仕事ができるっていうのはさ、トークポートいつ以来だっけ。あ、東京坊主以来だね。確かに舞台の視聴配信しますか。したいね、したいよね。いつだっけ、7月だよね。7月14から7月17と7月21日から7月24日でしょ。したいね。7月14、やりたいね。14、15、16、17しかないでしょ。でもさ、16、17はさ、だからどっちかっていうと14か15のどっちかだよね。で、リュンヌの方が21から24でしょ。21から24ね、やりたいね。そうかな。でもさすがにこの令和落語東京公演の時はもう絶対すでに完璧に頭に入ってると思うの。だから14、15のどっちかにエトワールはやっても大丈夫かなって思ってる。で、21から24だっけのリュンヌはそのどれかにやれればいいかなっていう感じ。そう、今はとりあえず4日後の大きく出たね。だってなんかもうなんか大丈夫って思い始めちゃったの。なんか多分このイリスノワールを乗り切ったからこそ大丈夫って思えてきてて、そう、落語とりあえず今は4日後の長野公演を、長野公演が成功すれば東京公演も大丈夫って思ってる。だから必死って感じ。自信ついてきた。そうね、なんか本当このイリスノワール受けてよかったって思ってる。自分のためっていうか自信になりますね。うん、落語のおやきや見たらもらえるの？わかんないの。多分そうなんじゃないかな。どうなんだろう。でもどうなんだ。物販みたいな感じ出てるってことなのかな。多分奈々子さんの方が詳しいと思う。だからでもこのね、イリスノワールもなかなかあれね、終盤ぐらいの通し稽古の時にやっと覚えたって感じだったんだよね。うん、かな。個人的には15日はあれか、あのフェスがあるってこと。なん、読めない。静岡のやつだ。あるので14日の方が助かる。知らん。そんなん知りません。私はもうね、グループ卒業してるんで知りませんスパークか、山中湖、知りません。そんなん知りません助かるなんて知りません うまくスケジュール調節してくださいね、土砂降りの思い出。確かにね。でもね、姫がね卒業コンサートできてよかったなって思ってます。
行けたら行きたいな。8月5日ですよね。行けたら行きたいけど、わかんない。な感じ。さすが邪神の末裔。いやいやいや。ねえ。ナソ法とかぶりそう。8月5日ですか？多分ね、8月5日はね、大丈夫だと思うよ。うん。かぶんないと思う。ただ、8月5日はみんな忙しいからね、だって。そうね、AKB さんの方もあるんだっけ？ね。ただ、8月6日がちょっとお仕事入っているので、私が行けるか行けないかわかんないんですよね。見に行きたいと思ってます、姫の卒業コンサートだからさ。たいけど、いけるかなって感じですね。そう。6日は東京選挙のやつだっけ？あ、そっか、それも情報出てるんだっけ？そうそうそう、東京選挙のやつなんだよね。そう、だから、うん。そう、だから、いけるかいけないかちょっとわかんないんですよね。行きたいんだけどね。そう、8月はそう、それ解禁になってたね。8月6日は東京選挙の、東京坊主のイベントなので。そう。だから、8月6日はみんな開けててほしい。とは思ってる。はい。8月6日。6日は6日で各方面の人が忙しそうだって。頑張れ。で、そんな感じ。舞台の中お話できたかな、ちゃんと。私ハードな週末になりそう。確かにね。ね、リリコレ楽しみだな。また会える、嬉しい。みんなに会えるのが嬉しいです。そういえば東京選挙のクラファンの映像特典も来ました。おー、よかったよかった、ありがとうございます。なんかいっぱい1時間半も話してますよ。皆さんもうそろそろ終わりにして、私は落語を覚えるから。落語を覚えるよ、覚えなきゃいけないからさ、しっかり。明日稽古だし。これでイビスノワールの話はできたかな、ちゃんと私。できたかな。でも久々のショールームできて嬉しいです。そうね、落語後かな、次は。できたとしても、うん、落語後にショールームやりますね。落語が終わったら、この長野公演のね、落語が終わったらやりますね、ショールーム。なのでちょっと24
4日まではちょっとお預けさせてください。はい、ねえ、つまくれない楽しみだって。